はい、こんにちは、おこいママです。おこいパパです。おこいファミリーです。おこいさん、ここおこいさん、おこいさん、おなごはい、今日はですね、はい、何でしょう。テーブルです。テーブル、ダイネットのテーブル。どうなっているかと申しますと、ママさんカメラ撮ります。はい、こんな感じのダイネットテーブルがついておりまして、はい、これジルの純正ですね。これジルノーブルの純正ですね。で、ここに穴をですね、ドリンクホルダーの穴をですね、はい、開けてもらっております。こちら開けてもらっております。はい、で、実はこれはここにこのサブのドリンクホルダーがこうついてるんですけども、はい、これをつく前に、これがつく前にここのテーブルの穴をドリンクカップを開けてくださいっていうお願いをしたので、はい、今我が家はドリンクカップが 1,2,3,4,5,6 と6個ある状態になっております。6個ある状態になっております。で、そもそもこのドリンクカップが邪魔でないかい、邪魔でないかい、はい、ちゃんとドリンクを置くには大変便利なんですが、お仕事をする時ですね。です、はい、パソコンを2台並べまして向かい合って仕事をする。で、私が左マウスを使うんですね。 左利きの、はい、で左マウスをする時にちょうどこのドリンクホルダーがカップが邪魔になるでマウスが反応しない、はい、で、マウスパッドを使っております。これですね、これをですね、はい、こう乗せてやってるんですけども、はい、この状態でも、パパさん一人お仕事の時はいいんですけども、はい、私が反対側からほどすると、はい、パソコン、ノートパソコンがカチカチカチってこう、はい、当たっちゃうので、はい、ちょっと斜め同士にしてここからこういう姿勢で仕事をしなくちゃいけないっていうのが、はい、北海道でちょっと腰痛の原因にもなるし、ね、はい、長い間仕事をするとなかなか辛いということが判明いたしまして、はい、テーブルもうちょっと広い方がいいよね、うん、まあ、ドリンクホルダーをあったとしてももうちょっと広く方がいいよねってことで、ちょっとテーブルの広くしたいっていうね、はい、付け替えたいという、はい、これもともとジルはですね、ジルノーブル、ジル520と、3種類ありまして、このジルノーブルだけが、2人夫婦旅用というようなコンセプトで、少し、ベッドがダブルベッドで広くなった分、こちらのダイネットが少し狭いんですね。そう、常設ベッドがね、はい、ダブルで広いので、まあ、このジルノーブル売りなんですけども、はい、その分ちょっとダイネットが狭いので、はい、ダイネットの机が狭いんです、はい、で、まあ、ご飯の分はね、そう小食動物なんで大したおかずもないんで、うん、全然不便を感じないんですけども、なんせワーキング、仕事をするときにちょっとノートパソコンがですね、カチカチしちゃうと、でこう左右にずれるんですけども、こっちに行くほど小さくなっておりまして、はい、喉さんがパカパカうずくる状態になりまして、はい、ちょっと仕事がしにくいということで、テーブルを、はい、少し大きめのテーブルに交換したいと思います、はい、で、しかもですね、ジル520とかの純正をつけるという案もありますし、はい、テーブル屋さんもあるんですね、はい、テーブル屋さんにお願いするってこともあるんですけども、 H&G ファクトリーさんっていうかっこいいテーブルを作ってるのがあるんで、これお願いしようかなって思ったんですけど、はい、なんせ費用がかかってしまうこの H&G ファクトリーさんのテーブルはですね、ゆうすけさん、九州のゆうすけさんも紹介されてますし、うりママちゃんも紹介されていて、ね、どれ見てもかっこいいんですよ。すごいんですよ。欲しいんです。欲しい。で、今ですね、H&G ファクトリーさんが間に合う12月25日にあげるの、クリスマスプレゼントということで、1名様にプレゼントというのをやっておられるので、応募してます。それに当たらないかなっていう期待を込めて、とりあえずまず、安い、なんと、DIY をしてみようという、はい、ね、はい、いろいろ探しました、はい、ぴったりのサイズのテーブルがありました、はい、なんと、イケア、はい、武器用夫婦の DIY なんで、はい、できるだけ既製品を使おうではないかということで、はい、天板も既製品を探して、はい、足だけ今のこのジルちゃんの足をつけたらなんとかなんじゃねっていう安易な考えで、はい、安易な考えで天板を探しまして、なんと2000円以下の天板、はい、天板です。 IKEA で天板を探しました、はい、その IKEA の天板に今このジルちゃんがついているテーブルのパーツを移植して、はい、はむんじゃねっていう、
淡い気体で、はい、で、まあ、ドリンクホルダー入れないってこともあるので、はい、これ穴開けるのも大変なんでね、はいはい、まあ、ゆくゆくは1個ドリンクホルダーあったらいいかなとは思うんですけど、まずはドリンクホルダーなしでやってみたいと思います。ということで今日はちょうどあの日曜日なんで、はい、ドラパパさんがテーブルを作ると、はい、できるのかな DIY できるのかなアバウト DIY 待って見てる人がめっちゃ不安になるじゃん。カーテンレースと一緒でつくのつくのザッティ DIY です。したいと思います。はい、では果たしてうまくいくのか。はい、はい、じゃあ動画いってみましょう。レッツゴー、どうぞ。おこい、はい、駅は鶴浜にやってきました。こちらでテーブルの天板を購入したいと思います。では行ってみましょう。はい、こちらのテーブルトップリムも160センチ、こちらにしたいと思います。はい、こちらの IKEA の、リンモンというテーブルですね、購入してきました。こちらですね、リンモン、サイズはですね、縦が1メーター100センチですね、横幅60センチ、これがだいたい希望したサイズぴったりということで、こちらのテーブル、そして色目もですね、グレーとバーチの色で悩んだんですが、今グレー系なのでちょっとイメージを変えてみようということで、木目も全体に使われていますので、こちらのバーチにしました。こちらは元のテーブルと新しいテーブルを重ねた状態で大きさの比較をしています。だいたい横幅で10センチ、奥行きも10センチ程度、新しいテーブルの方が大きくなっています。はい、今回工具はこちらのものを用意しました。ボッシュの電動、ドライバーセット、そして、こちらも電動のドライバーですね。あと木工用のドライバーセットとカッター、以上です。はい、では早速開封していきたいと思います。こちらですね、はい、はい、開封完了。はい、それではテーブルを外していきましょう。まずは、テーブルの奥の留め金ですね、こちらを外していきます。はい、そして持ち上げて外れました。はい、ではですね、早速こちらのドライバーで、今ついている金具を外していきたいと思います。はい、取れました。続きまして、これぐらいですね。じゃあ13センチ13センチでいこうか。うん、はい、では13センチの位置なのですね。あす。
はい、ではこちらも開けていきたいと思います。中空のテーブルなのであまり内側につけると、強度的に問題があると思われるので、結構ギリギリのところにつけていきたいと思います。60センチの幅の真ん中半分、30センチ、こんなもんでしょうか。はい、こんな感じやね。はい、じゃあこれで歪んでないかな。下穴を開けていきたいと思います。もうすでに中空だ。中空だわ。端だけない。端だけないね。これはちょっと強度的に不安なところもありますが、とりあえずは。とりあえずやってみましょう。つけてみる。もうちょっと端につけた方が良かったかもしれない。ギリギリ中空と針のあるところのギリギリのところに待ってしまったような、はい、こんな感じですね。はい、はい、それでは掃除機をかけていきます。およよ、やっぱこれが立ってる状態だと
パンね、これぐらいにして一旦はめてしまう。ちょっと下げてくれる、そっちを。うん、そうそうそう、 OK。 はまった。はまりました。お、はまった。一応できてますね。はい、どうでしょう。おお、一応できている。はい、バッチリバッチリ。お、ここまで来るわ。いや、あ、ちょうどいい。はい、いい感じ。なかなかいい感じ。ちょっと大きくなりました。あとコーナーガードをつけましょう。ちょっと前のテーブルを重ねてみて、いろいろ大きなったか。あ、重ねられへんのね、この奥の分があるから。大きくなってる、大きくなってる。はい、こっちに揃えると、約10センチで、この奥まで来てますから、この分約10センチ長くなっています。はい、ちょうどいいぐらいに大きくなりました。おお、悪くないじゃん。悪くないで、色の感じも悪くないよ、悪くないよね。おお、いい感じ、うん、いい感じ。マジになった。グレーの方が良かったかな。未成年やろ。また買いに行った、うん、飽きたらグレーにしたらいいんじゃないの。いいやん、塗るっていう手もあるけど。はい、最後の仕上げですね、ちょっとこの角が危ないの、尖っていて危ないので、ここに、コーナーガードをつけたいと思います。ちゃんとバーチ柄のコーナーガード、はい、ぶつけないクッションね、ちょっとあるんですね。こんな感じです、はい、では両面テープで貼っていきたいと。バイカインズだね。はい、バイカインズです。ぐらぐらしたっけ。これ何ぼだったかな、1個200円ぐらいだったかな。じゃあ両面テープで貼っていきます。はい、はい、それでは両面テープを剥がしてですね、早速貼れていきます。安心。バッチリバッチリ。良いね。うん、さん、こんにちは、徹子の部屋です。なんてやる。怒りママの部屋です。怒りママの部屋です。じゃーん、できました。早かったね。1時間ちょいぐらい、オープニングの撮影含めて1時間ちょい、うん、そうやね、はいはい、やっぱり足をつけ替えるんだけど、うん、はい、やっぱりちょっとだけ、ね、ガタガタはしますけども、はい、これはもともとね、ね、キャンピングカーこんなもん、そうこんなもんガタガタしますし、はい、逆にご飯食べた時は走りませんから、うん、まあ十分かなと。そうやね、例えば走らないところだけガタガタ言うからね。大丈夫でしょう、うん、だってつけてる足は同じ足なんだから。そうそうそう、はい、ちょっと雰囲気がね、明るくなりました。ありました、はい、なんてこんなに置いてみたいな。ちょっとね、やっぱ空洞なんで、ドリンクホルダーはちょっとつけるのが難しいかもしれないね。一緒なのか、穴開ければいいから。一緒は一緒やろね、うん、はい、まあ一応ここにドリンクホルダーがもう4つあるので、いいかなという、うん、はい、まあ、これをその両面テープでここにくっつければ、はい、ね、いきます、はい、はい、大成功ですか。大成功です。大成功、ね。ちょっとこの段差が気になるところはありますが、私もね、はい、角も危ないので、はい、貼りましたね。まあ、はい、丸いコーナーのテーブルがあればいいんですけど、そう、その加工があるとお値段が上がる。はい、なんせ既製品の1900円というね、安いテーブルですからね。まあこれで
ちょっとしばらく頑張ってみたいと思います。でこれで頑張ってもしあれだったらまだ犬を飼ったり、はい、あのいろいろ考えていきたいと思っております。はい、H&G ファクトリーさんのクリスマスプレゼント当たりますように。祈っております。H&G ファクトリーさんの、URL は、概要欄に貼っておきます。本当はこのテーブルが欲しいよ。欲しいよ。なんでも北海道はその時だからね。ね、あの時だからね。ちょっとここ、始末をして、はい、節約で、はい、はい。ということで今日の動画いかがだったでしょうか。ではまた次の動画でお会いしましょう。はい、今日は不器用なお声ハンディに DIY 頑張りでした。ありがとうございました。ではまた次の動画でさようなら。